はい、ドンキちゃん、スーパーさんのキムちゃん、今日物申そうと思います。好きなことで生きていく YouTuber、いい加減にしろ、マジで。おい。なあ、なんか眉とか眉とか眉とか知らんけどよ、何が好きなことで生きていくだ。さっさと食えなくなってリアルの社会で働けや、ほんと。なあ、マジで。なあ、何が好きなことで生きていくだ。ただお前歌の才能はねえからさ、歌で食っていけねえから YouTube で動画見て食ってるだけだろ、しょうもねえ。何言ってんだ、本当によ。ねえ、エクスプロージョンもなんか知らんけどよ、あれも。ダンスで食っていけないから、YouTube に動画投稿して生きてんだろ、あれも。なあ。もうね、その YouTube のね、ご利用し広告、見てると、もうちょっと腹立ってきたね、ちょっと。腹立ってきた。もうご利用し広告かなんか知らんけどよ。なあ。好きなことで生きてるかなんか知らんけどよ。もういい加減にしろ、マジで。なあ。生きていけねえから、好きなことで。なあ。いつか YouTube も廃れて、みんな食えなくなるから、そのうち。なあ。40歳、50歳になって誰が見るかよ、お前らの動画なんて、おっさんの。なめんじゃねえぞ、マジで。と思って。俺怒ってるよ、ほんとに。もうさ、一つ言うよ。いないとカタカタカタってやってさ、エクスプロージョンの広告ばっか出てきてみ？フグラード先生の広告で。はぁ？ゴリ押しですかつって。ねえ。もうね、一つ言っときたいけど、もうどんどん有名になるやつ出てくるわけじゃん。だけど、その代わりに、俺みたいに、もうプッシュがなくてどんどん落ちぶれていく、雑魚 YouTuber もおるわけ。お前ってその存在忘れんねん、俺みたいな雑魚の存在も。ちょっとさ、ほんと雑魚でさ、ちゃーって感じ。もう雑魚すぎて言葉にできないもん、俺自分で。もう雑魚はずっと雑魚。ほんと辛い。もうね、もう俺のもう人生、もう他人に嫉妬して生きていくようになってるもん。エクスプロージョン有名になっていいな、つってさ、もうそうやって嫉妬してさ、ああ、あいつばっかり有名じゃん、つってもう。ショックだわ。もう好きなことで生きていくってすごいもう一つ違和感を覚えるの、木下優香。あいつもそうだわ。今30歳で一番女性として輝いてる時かもしれんけど、40歳のババアになって誰が見るか、お前の動画なんて。なあ、40のババアの動画で見たってさ、何の足しにもならねえよ。な、今可愛くて、が整ってるから、ね、見てるけど、あれはね、ババアが大食いやって、あーってやってる動画誰が見るか。あ、マジで。誰が見るかっつって。分かったか、本当に。もうそれは、俺マジ激おこだ、それに対しては。もう好きなことで生きていく。本当違和感しかない。なあ、老人になったらどうすんの、マジで。